今日はですね、千葉県銚子戸川港にあります福田丸さんにお世話になってライトヒラメチャレンジしたいと思います。それでは行ってきます。朝一ポイントつきました。もうね、港の目の前です。で、水深ね、14-15メートル浅いでね、船長割とね、反応で追っかけて船引っ張ったりもするんで、あんまりラインが斜めになったら一回上げてきて入れ直した方がいい。かわいいかな。船長が後ろに下げるから重たい。朝一投目ね、いいのが当たったらお隣に行っちゃったよ。私のかわいいよ。かわいくないよ、大丈夫だよ。よし、あざっす、ルミさん。イエーイ、朝一とりあえずゲット。イエーイ、天然の赤島白ケッケー。食べ頃サイズ、どんどんね、サイズアップ狙っていきたいと思います。でね、誘いとしては着底したらすぐ重り切って、つけっぱなしにしちゃうとすぐ根がかりするんでね、着底したら重りは切る。で、竿を使ってゆっくり上下動をしてあげてアピールする。で、竿を下向けておくと船下とか入っていっちゃった時に当たった後のためがないんで、少し上目で待っててあげた方が入り込む長さは増えるんで、あまり下向きで待たずにキープしといた方がいいと思いますよ。朝ね、一流し目で線虫6枚出ました。すごかった。しかも私の親針食ってたんで、食いはいいのかなと思った。二流し目はなぜか当たりがないで、やっぱりね、当たりない時はヒラメ常に上を見てますから、下にいるんだけどどこに目ついてるかよく見てほしい。人間でいうとここについてて寝そべってる感じ、ここだから上見てます。なので上から落としてくる誘いっていうのが有効になってきます。あとね、食わせるポイントは、一番は私の中では糸を送らない。当たるとね、すぐこう糸をね、食べやすくしたいってイメージからか送る人が多いんだけど、糸は絶対送っちゃダメ。船で動いてる分だけ出していくのはいいんだけど、送るっていう、糸を送り込むっていう考え方は絶対やめた方がいいです。自然界のイワシがヒラメに食べられるそうになってガブってやられた瞬間に、食べてくださいって己から行くイワシいないですよね。どうするのって言ったらやっぱ逃げるわけですよね。あと塩がない時とか、加えたまま動かない時なんか逆に張ってあげた方が、逃げるっていう動作をしてあげた方が入り込んだりもする。やっぱり捕食習性と自然界の魚がどう動くかっていうのを考えてもらって釣りをしていくと、打率っていうのがすごい上がってくると思います。ね、ライトヒラメなんですけども、必ず先糸入れてください。リーダーで、リーダーからこのフック付きのサルカンをつけて、そしてヒラメの仕掛けはこの三つ股からこのステイト部分と枝スの部分、
これを直結する。ノーマルヒラメの場合はこの上にねもう一本リーダー入ってますけど、ライトの場合は竿が短い分巻き切れるようにリーダーを入れて対処します。これ間違えないようにしてください。餌はねこの生きた、まあ、マイワシだったり、時期的にマイワシない時はカタクチだったりしますけど、マイワシにしろカタクチイワシにしろ非常に熱に弱い魚です。なので必ず餌付けする前は魚を持つ手をしっかり冷やしてください。こういう風にね水につけて、であとね鱗をねたくさん残したい人はビニール手袋をつけるのをおすすめします。でしっかりこう冷えたらネットでもいいしそのまま取ってもいいです。その際に今私この目の玉のところに指を軽く押さえてます。目を見えなく暗くしてあげるとお魚暴れないんでおとなしくなります。餌付けしやすいですからね。でそこでおとなしくなったところで穴のところに通してきます。で孫針は背掛けでもいいし腹掛けでもいいし、その時の状況によります。私は基本的に背掛けが多い。これ基本形、上顎抜いて背中にかける、これが一番ベーシックな形です。でこの時にね鱗が取れないように配慮してあげる、そして手の温度が上がらないように冷やしてあげるっていうので餌が長生きしてくれますからね。それも超過アップのコツなので丁寧な餌付け、弱らない餌付けお願いします。そして投入です。投入必ずこのリーダー持ってボチャンって勢いよく落とす人がいるんだけど、そうするとイワシが弱っちゃうのでリーダー持って離して優しく着水させてあげてください。で落とす時もサミングしながらちょっとゆっくりめね、サミングしながらゆっくりめにして落としてあげる。で着底したら重りをすぐ少し切って、まずそこで異変がないか見る。で異変がないなと思ったら一度着底させてからゆっくりこう上に上げてくる。で捨て刺してまた何もなければゆっくり戻していく。お？ちょっとイワシが嫌がったよけどクラッチが入っちゃったな。でね、当たる前何もない時もあるんですけど、結構ねイワシがやっぱり食べられたくないんで逃げます。でそのシグナルを見落とさない、感じしっかり感じれるように集中してもらって、ポップルブルとかガタガタってこう暴れ出したら当たるぞと思って構える。しかし今日の状況としては朝一頭目はバリバリに食った。しかし蓋流し目には潮が止まってしまい線中ジーンとしております。早く潮が動いて当たりが続いてほしいと思う今日この頃でございます。そして今日使ってる竿はガマフネシーファングヒラメのライト ML の240、一番柔らかいタイプ使ってます。ある程度ね長さがあった方がライトといえどもまあ最低でも2メーターぐらい欲しいかな。でも本当は使いやすいのは2メーター20以上あった方がこううねりがある時とかでも対応しやすいですし、合わせ幅も取りやすいですからね。でいろいろ試した結果240、240ぐらいが一番どんな状況でも使いやすいと姉さん的には忍的には思い作った次第でございます。当たってくれないかな。
なんか怪しい。なんかやってるけど違う魚くせ。なんかやってるよ。やってるよね。うん。あ、やってるやってる。けどね、とてもヒラメと思えないんですけど。あ、でっけえ、詳細。でもでっけえ。あれ、寄ってこない。もうね、当たりがね、ヒラメっぽくないって、フグっぽいとは思ってたんだけど、こんなことやってたらヒラメが釣れてるよ。でかいの。でもこれ小サイフグじゃねえ、最大級だと思います。良いけど、この子元気。ちょっとおとなしくしててね。イエー。同じパターンでね、当たったからかけそびれちゃったんだけど、同じパターンやったらすぐ当たりました。イワシの泳いでるスピードを感じながらゆっくりゆっくり下ろしていく。そうすると途中でね、イワシが暴れ出すんで、そこで止めてあげる。そしたら食ってくれた。あー、よかった。サイズアップ成功。おう、ね、でかいんじゃないの。上がってきた。なんか持ってる、ネギさんが。嫌な感じ。頑張ろう。ありがとう、ネギちゃま。これできっと当たる。ネギさんが当たりを連発してたので、真似して真似っ子というか、おもりを貸してくれって強奪してみました。よいしょ、追加。ちょっと釣り座的には潮下の一番不利な席にいるんですが、なんとかなんとかひねり出して3枚目ゲット。ぶっ込み一発。まあ仕掛けちょっと変えてなかったんで、仕掛けをフレッシュにして当たり出せないかなと思って仕掛けを変えたら一発でした。しかし当たるたびにエディター K はいません。なので本日は当たりからの乗せシーンほぼないです。ごめんね。サイズ下がって可愛いけども、5枚目。なかなか潮も動かないし、一番潮っけつという不利な席で、絞り出しの絞り出し5枚。ちょっと嬉しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。船長、でかいのも出て。出た。
出たよ出たとか言ってる。いや3キロくらいじゃねえか。もう3キロあれば 4.9 5キロ弱のがね線中出て、あと3キロ級は何枚か出て、しのぶさんも2キロ級は何枚か上がってるよね、はい、出ましたで、なんとか5枚ほんとね、かわいい子いないね、いないね、今年はね、釣れればある程度の型を見込めるって感じですよね。が今年は枚数は10枚だ20枚だっていう枚数は出ないけど、ほとんど型のいいヒラメ、うん、そんなのが多いですね。確かに私も目の当たりにしました。あのいつも数と、ね、取れる時って可愛らしいのが多いけどね、ほんとみんな型揃い。今年はなんかね、潮のパターンがおかしくて、上から降りてくる潮が結構強くて、水温も冷たいんですよ。だからおそらく一緒に入ってきてんじゃないのかな。なるほどな。あれ、ルミさん、ちょっと、はい、今回小耳に挟んだんですが、あの私散々お世話になってきたんですけど、はい、あの廃業というお話を聞きまして、そうなんです、どうしてもあの忍ぶ塾で最後お世話になりたいなと思って、ありがとうございます、伺わせていただいたんですけども、もうね、そろそろ船長も、今年で満80歳になりまして、素晴らしい、で少しのんびりしたいのかなって。確かにもうね、足は膨らんじゃうし、まあヒラメのお客さんだけならね、なんとかできるのかなと思ったんですけど、やっぱりうちあたりは沖へどうしても出るのでね、そうですよね、うん、その辺ちょっと心配なので。レイちゃん時期はもう決まってるんですか。だいたい11月ぐらいには。じゃあぜひあの福田丸さんにご縁ある方、はい、10月いっぱいか11月いっぱいか、その時の様子によってということですので、ぜひ電話入れていただいて、はい、ぜひ福田丸さんに足を運んでいただければと思います。本当ね、いろいろ長い間ありがとうございました。本当にね、皆さんと別れるのがすごく辛いんです、正直ね。大丈夫です、私とルミさんは散々あのプロフィール釣りに行くだけなんで寂しくないんですけど。そうですね、私はもう先生にタチウオをね、教えてもらいたいな。忍ぶ塾特別編でルミさんが多分登場すると思いますので、皆さんお楽しみに。はい、よろしくお願いします。それでは今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。